今日は余市動物公園で生まれたアミメキリンの3兄弟を紹介します。左の写真から2014年生まれのいぶき、真ん中の写真は2016年生まれのきるたろう、右端は2019年生まれの三太郎です。三頭のお父さんは銀太郎、お母さんはジャネットって言います。2021年3月、三太郎のお別れ会がありました。三太郎はみんなに待ち望まれて岡山の池田動物園に行くことになりました。いぶきや九太郎もこうしてそれぞれ広島や富山の動物園に移り元気に暮らしています。これから聞いてもらう紙芝居は、いぶきが生まれて広島の阿佐動物園に行くまでの物語です。僕の名前はいぶき、僕の名前はいぶき。野市動物公園で初めて生まれた走るのが大好きなアミメキリンの子供だよ。父さんの名前はリンタロウ、母さんはジャネットって言うんだ。野市動物公園でずっと飼育のお仕事をしてきた中田さんは、緑いっぱいのサバンナ展示場にキリンの親子がいるといいな、そんなことをずっと夢見ていたそうだ。クリスマスイブの日に生まれたから、イブの日にちなんで名前はいぶき。それにいぶきには元気で力強く育ってほしいっていう願いも込められているんだって。でもね、生まれた時2時間経っても自分の足で立ち上がれなくて、園長さんや飼育員さんたち3人がかりで立たせてくれて、大きな哺乳瓶で牛のミルクを飲ませてもらって、やっと自分の力で立つことができたんだ。それで僕は飼育員さんたちに育てられることになって、ミルクもごっくんごっくん、ほら哺乳瓶から上手に飲めるでしょ。初めて大きな展示場に出て父さんと会った時、優しく頬ずりしてもらったよ。それに僕がじゃれてもいつも一緒に遊んでくれるんだ。それからね、飼育員さんが掃除で部屋からいなくなった時、一人ぼっちになっちゃって、もうって泣いたんだけど、キリンの鳴き声は珍しいって全国のニュースで鳴き声が紹介されて、ちょっと有名になったんだ。1歳半になった時、広島の阿佐動物公園に行くことになって、大きな木箱に入って運ばれることになったんだ。1歳半といっても僕の身長は3メートル30センチもあるからね。広島に出発するまで何度も木箱の中に入る練習をして、上手に入れるようになったのは飼育員さんたちのおかげだよ。いっぱいお世話をしてくれてありがとう。お別れ会にはたくさんの人が会いに来てくれて、こんなに元気に育ちましたってみんなにお話ししてくれたよ。いぶきは家族のような存在、本当に大事に育てたので寂しくなるって飼育員の中田さんは言ってた。僕も同じ気持ちだよ。でも心配しないで、僕はまだ子供だけど、
父さんみたいな立派なキリンになるからね。それからね、ジャネット母さんに元気な赤ちゃんが生まれたんだ。僕に弟ができたんだよ。名前は九太郎。家族が増えるってとても嬉しいね。九太郎、僕の弟に生まれてくれてありがとう。現在、いぶきは広島市安佐動物公園でメスのキリンと仲良く暮らしています。いぶきは2頭のお父さんキリンになりました。終わり。